が実際にどういったものがあるのか、そういうのをですね、ご覧いただきたいと思います。ガイドさん失礼ですけど、はい、もしかして歴史の先生？いやいや、そんなじゃないです。大学とか？いや、本当のボランティアですね。一生懸命勉強してましたね。近所にお住まい？はい、そうです。というか市内にお住まい？町に入って。ああ、いいですね。こう、そうそうです。このですね、ヘルパーというのはオープンされるのは これですか？照明玄関、こっちに、はい、それ順番に入ってみます。はい、建物これなんですね。もっと向こうの方が、あっちの方、2つに分かれて。はいはいはい。こちらが大熊さんの別荘なんですが、普通の玄関はですね、西向きには作らないですよね。それ今ここでマンションができてますけども、これ鍋島直弘さんのこの別荘だったんです。今ちょっとそこではちょっと説明できなかったんですが、結局鍋島さんっていうのは佐賀藩の藩主でして、大熊さんのお殿様に当たる所で、やはり玄関を押し入れてるんですかね、これまでの見てまずいというんで、玄関に、西側に来ている。ですけど、普通で一般の家は、玄関は、ご主人、このクスノキっていうのは、向こうの佐賀の中で見木っていうのを聞いたんですが、クスノキがあってですね、やっぱり県のあれってクスノキが割にございます。であと別邸の方はまた行きますけども、大熊さんとこれ奥さんの写真ですよね。こういうのね。それであとは今まだ現在あるね、大体むつさんの方はあと大正12年の関東大震災で一応潰れてます。それで一応再建されたんですが、大熊さんの方はそのままの当時の建物です。倒れなかったということですね。いろいろなだから増改築はあるようですけども、そのままの建物になっています。あと中に実際どうなっているか一応ご覧いただきますので、それで特に靴を入れるものはありませんので、玄関のところに置いていただいて、はい、間違いのないようによろしくお願いいたします。中段差がありますので、一応こちらはですね、大熊さんのところ大鏡と言いますが、この裏が銅板になってるんですね。これは古川邸になってからの一応あります。大熊さんの後からですね。それで古川さんは銅で、足を銅山ですね。銅で一応成功になりまして、それで一応これは下が銅で、それは鏡が吹いてあると。あと木の枠があると。こういうの大きな鏡ですね。
書からこちらが一応応接間になってました。これ、うん、でまあ、大隈さんはですね、ここにあの蘭がすごくあの、まあ、好きでして、これはあのここの御室の味じゃないんですが、もう東京のお住まいの方に一応蘭があったということで、まあ、それであの、まあ、東京の方はですね、こういうお客様を呼んで一応園遊会とかそういうのを一応催し合わせるんです。すごく大きななんですね、ここにまあ小さなこう写真がありますけども、花を愛したということですね。じゃあ上の方へ上がりましょうか。おお、一応このあのまあ両方合わせて富士の間、富士山の富士の間ですね、以上言われております。これ全体 の, こうあの廊下含めまして4中条ありまして、はあ、よく大隈さんはですね、こちらに、ね、人を呼んでこちらの宴会などをなせたそうです。なんか年間2万2000回やったと、そういうことも言われています。はあ、ちょっと今日は人広分って中入れませんので、これいろいろ中にあったもので、リストグループの資料としてこちらの方で一応展示してあります。それからこれ伊藤博文の銅像肖像画なんですが、元は西御所の東千年会館に飾ってあったものだそうなんですね。でまた元々伊藤博文は線路の向こう側の方にも別荘を持ってまして、池があったら皆さんご存知でしょうか。そのところのですね、別荘にあったのを青年団にいただいて、こう現在あると。当初ですね、ここに日本人の書いた味ではないかというですね、コールマ、ヒーマニーというか、実際にこれ研究しましたら、この人の名前というのはイタリア人の画家の名前だと、これ最近ちょっと私の方にも報告がしました。まあ、こういうふうな、それでこれ、総録、伊藤博文は総録、まあ、大体人生は自分に与えられたようにこう生きていくのということで、まあ、総老化って理由があるんですが、これは部屋、日本文字ですと、あったり総老室になっている。ですから、これは一応総老化の和漢、洋館を和漢とありまして、和漢の部屋のところに出かけた。それで、大隈重信の方はですね、この大隈重信の実際の声です。それで大隈さんは一応かという苦手だったしいんですね。それで声で残っても珍しいということです。うん、それでやっぱり憲法というのが一番大きな問題でして、立憲国会の実現に向けてですね、それで伊藤博文が、岩倉七段に行った時にしたいんというか、ちょっと先生から一応勉強なさって憲法を勉強したそうなんですね。その後にですね、これ楓田信義という、これは薩摩の藩主なんですが、その方をまた憲法の研究に派遣されまして、そのシュタイン先生に教わったそうなんですね。その時に、いわゆる国家というのはこういうものだと、ちょうど人間の体にこう例えてあります。君主、それから人民も一番足だと、あと行政、それから。